前から京都駅間で台風による非常に強い風を記録したため、前原駅を先頭に上下線ともに運転を見合わせております。今後、風が収まり次第の運転再開となりますが、ただいまの時点で運転再開時刻は見込みは立っておりません。ご利用のお客様にはご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、新しい情報が入り次第ご案内いたします。